武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。それでは、大阪大学の、勉強について話していきたいと思います。大阪大学ですが、まずですね、こちら、前期、のセンターの点数目標ですが、結構ここ外国語学部で点数が大きく、いろいろ、言語によって分かれてきたりする部分があるんですが、文、人間科学、外国法、経済、理学部、医学部、歯学部、薬学部、工学部、基礎工学部とありますが、基本的な目標としては、医学部以外の、学部であれば8割、前半から8割、中盤にかけて、いけば、ボーダーは突破できるだろう。で、ただ、英語とかですね、外国の英語とかだと一部 85% ちょっと届かないと怖いかもっていうのはあるかなっていう形で、医学部だと、ボーダーで 92% とかなんで、95% 目標、93% は絶対超えるぐらいの目標で、考えておく。薬学部がちょっと、高くて、これも8割後半狙っていきたいかなってところなんで、一応狙いのゾーンとしては、医学部以外の、学部、やれば85目標で、理想は8割後半ですかね。で、薬学部は、9割目標で8割後半、にはいきたい。で、医学部は95目標で93は超えたいぐらいなのが、センターの目標点になるかなというふうに思います。で、配点に関してですが、割とここはちょっと特殊な形式を、取っていて、経済学部とですね、工学部で、A 配点、B 配点、C 配点、工学部は A 配点と配点、B 配点の、1,2 って形になっていますが、要はセンターと2次の配点が、バランスを変えると、センター多めとか2次多めとか2次のみとか、そういう配点が出てくるという形ですね。ここはちょっと特徴があるんですが、これに関してはですね、自分の得意な形式でやらせてもらえるという点が特徴だと。で、センターの配点は5対5のところと、2次の方が、がっつり高めなところ、1対3とかですね、のところも結構あるという形で、割とセンター特に5対5のところはセンター本当に全教科満点取るぐらいのつもりでセンターがっつりやり込んで、点稼いでおきたいかなというところで、2次のところは、2次重視のところはボーダーをとりあえず突破して、2次の対策優先的にやるという、東北大とか、東大とかと同じような、センターを突破するけど2次重視の、形式ですねという形になります。で、こちら、問題の特徴としてですね、やはりそのいろいろ難易度高い部分がありますので、科目ごとにですね、どういう対策していけばいいかっていうのを一個一個話していきたいと思います。それではですね、英語、国語、数学、日本史、世界史、地理、物理、科学、生物とそれぞれの勉強について説明していきたいと思いますので、では、自分が見たいという教科を選択してください。